門遥です。文化服装学院の学生をしながら雑誌の編集長をしています。テーマとしては私は90年代から2000年代初期のファッションが好きなのでサイケデリックな柄で髪型もちょっとミニモニーみたいな感じでその時代のファッションをイメージしてコーディネートを組みました。好きな人のことを思い浮かべてる時とか可愛いものを見た時にわーってなるのも全部ラブだし愛というかラブを感じることを忘れたくないなと思ってピンクにしました。私が作ってる雑誌はストリートスナップ誌なんですけど自分が年を取って若い世代が生まれてきた時にも見てほしいし見える世界で伝えていきたいので紙に残して発信していこうと思いました。